どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は先の話になりますが、バージョン 2.7 で新しく変更される虚構叙事について解説をしたいと思います。システムの変更ということでポイントの加算方法などが大きく変わりますからね。しかも敵もリポップし続けるということなので、かなりの大きな変化かなと思います。そこで今回は虚構叙事の変更点を事前でわかる範囲でまとめ、今後活躍しそうなキャラも合わせて紹介したいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それでは早速ですが、虚構叙事の変更内容について話していきたいと思います。大きな変更としては3つですね。ではまず1つ目。プレイモード遷移の実装です。これは今まであったバフが遷移メカニズムに変わるというものですね。それに伴って装備をするだけで得られていたバフが戦位値を貯めることによって発動できるようになるというシステムに変わるようです。このバフに関しては一定時間継続するようになっていますので、すぐなくなるバフではなさそうです。イメージとしては演武天霊のバフのようなものかもしれません。ではこちらの変更について簡単にまとめたいと思います。まず変更としては戦闘システムの追加というところですね。戦位値というステージ効果を貯めるものが実装されています。戦メカニズムを貯めることによって時間継続するバフを得られるというところです。ただこれに関して気になる点が2つあります。まず1つ目、バフの発動が遅くなるというところですね。今まで選択して条件を満たせばバフが得られるような状況でした。ですが更新後は演武天霊のようにゲージを貯める可能性がありますので、バフを得るまで時間がかかるかもしれません。その分強力なバフというところになるかもしれないですね。続いて2つ目の気になる点ですが、バフの貯め方は不明というところです。バフの集め方に関してですが、この時はまだ明言されていません。戦位を敵を倒して貯めることになるのか、それとも弱点撃破なのか不明なところが多いため何とも言えません。ただ今までの傾向としては攻撃に依存することが多かったので行動系になるのかなというところです。ではこちらのまず変更点のまとめとしてですが、戦意に関しては虚構叙事のバフ自体のシステムが大きく変わるところとなります。戦意獲得の方法を抑える編成を意識するのが今後は大事になってくるかもしれません。バフの種類もこれに伴って何個も選べるのかっていうのも気になるところになると思います。続いて大きな変更点2つ目、敵の出現に関してとなります。雑魚敵特化からボス特化に変更になるっていうところですね。これに伴って雑魚敵は常にリポップするようになっているとのことです。これにより最後まで大量の敵と戦うことが可能となるわけですね。敵の数に依存するバフ持ちと相性が良さそうな変更というところです。しかも倒すとこちらにも恩恵があるようで、ボスの HP を一定値削ってくれるようになっているようです。雑魚敵をうまく処理できれば楽にボスの HP を削れるのも変更点としては大きなところかなと思います。では敵の仕様変更に関して3つ変更を紹介したいと思います。ボス以外が絶えずリポップするということですね。モス単体が残ることがあったが、雑魚敵が永遠と湧くようになるためそれの心配がなくなります。この変更によってジェードのような敵数によるバフ切れなどの心配がなくなります。続いて変更としては雑魚処理で恩恵があるってとこですね。雑魚処理によってボスの HP を削ることが可能となりますので、モスを削るのもいいんですが、雑魚処理優先でもそれなりに対応ができるっていうところです。変更3つ目として、ボス一体残りがなくなるってとこですね。ボスの HP を削っても倒せないという仕様がなくなるため、ゴリ押しが可能になります。一部単体特化のキャラクターでも戦闘の恩恵を受けれるかもしれないというところですね。この要素のおかげで単体特化のキャラがちょっと恩恵ありそうだなっていうところです。ではまとめです。雑魚的なリポップ変更により、雑魚処理特化のキャラはより戦いやすくなる変更かなと思います。またボスも優先的に倒せるため、今まで活躍してきたキャラはさらに特徴を伸ばしつつ、単体特化のキャラは活躍が期待されるような状況というところですね。まあ、活躍ができるというわけではないですが、期待値は上がったというところです。それでは最後、大きな変更点についてです。それはポイントに関してですね。ポイントに関してですが、敵全体依存ではなくボス依存になったという変更です。これによりボス単体に火力を出せればポイントがもらえるようになっています。その他はウェーブでのポイント変更などというところですね。それではこちらのポイント内容のまとめですが、ポイント対処がボスのみとなっているため、HP を無理やり削ることができれば以前よりも稼ぎやすくなる可能性が高いというところですね。ジェイドのようなキャラを持っていない人からすると救済処置に近い要素かなと思います。それでは変更による最適の変化についても見ていきたいと思います。簡単にポイント3つでまとめています。まず1つ目、
リボップにより全体攻撃キャラがさらに活躍する環境になったというところですね。ジェイドやヘルタのような全体攻撃キャラができるキャラとしては最後に近づくほど火力が落ちていくため苦労することが多かったんですよね。特にジェイドが突が強かったっていうのはこの要素を凌駕できるからですね。なのでリポップのシステムが導入されてますので、雑魚処理によるボスへのダメージもあるため最後まで活躍できるようになりました。これが環境的にも追い風をかなり受けそうだなと思います。最後まで敵が多い方がね、ジェイドは強い効果が発揮できますので嬉しい要素となっています。続いて2つ目です。ボス依存となったため単体火力のキャラが活躍できるかもしれないってことですね。これに関してはボスの耐久値にもよりますが、単体特化のキャラでも母性の火力が出せるのであればポイントを稼げるようになったかなと思います。これが大きい変化かなと思います。全体攻撃持ちと合わせれば単体キャラも活躍できる機会が増えるかもしれないですね。特に秘書に関しては虚構女子苦手なところがありましたが、ボスさえ削ればいいのでポイントを稼げるキャラになる可能性があるということです。これに関しては実際してみないと何とも言えないですが、期待値は上がったというところですね。単体特化のキャラに関しては今まで人権ないぐらいでしたからね、そこが変わる要素かなと思います。続いて3つ目、敵の数と行動頻度によって耐久とカウンターが大事になるということです。虚構女子に関しては敵をどんどん倒していけば楽になるってところがありましたが、今後は敵がリポップすることによって攻撃を受ける回数も増えてしまうため、耐久枠が以前よりも重要な位置になりそうです。敵が出現した時にどういった速度で行動順なのかっていうのはわからないので何とも言えませんが、耐えれる要素っていうのは必要になってくるかと思います。また敵の行動順が早かった場合ですが、カウンター型のキャラがいた場合は雑魚処理をすればボスを倒せるようになるため、クラーラがまた返り咲きそうなシステムではあるのかなと思ってます。敵のリポップした時の行動順が本当気になるところではありますが、耐久キャラとカウンターキャラの重要性がより上がるっていうのが今後期待できるポイントかと思います。こちらの方をまとめると、変更前で活躍していたキャラは引き続き活躍できるようなシステムですが、単体特化キャラと耐久キャラが場面によっては活躍できるようになった変更なのかなと思います。それに合わせて活躍するキャラもちょっと幅が広がったのかなと思います。それでは先ほど話した変更による最適な変化をカテゴリー別で見ていきたいと思います。まずはアタッカーからです。活躍が予想されるキャラとしてはこんな感じになります。ジェイド、ヘルタ、アルジェンティ、ランハ、ヒメコ、ポタル、ヨミ、ジン、ウンディ、クラーラとなっています。持続特化であればカフカやブラックスワンがさらに入るのかなっていうところです。あと機体としてはボスへの直接の削りができるようになってますので、秘書ももしかしたらここに入るのかなっていうところです。こちらの特徴としてはとにかく雑魚処理ができるのが一番になりそうだなと思いますね。相性がいいというか活躍ができるのはまずここかなと思います。ボスを削る効率としては新しいシステムになると雑魚処理によるダメージが一番かなと思いますので、全体攻撃でボスと雑魚を合わせて攻撃できるキャラは相変わらず優遇されるかなと思います。敵の攻撃頻度も考えるとジンのような全体カウンターも今後は期待が高いのかなと思います。現在でも活躍させようと思えば活躍できるキャラとなっていますので、敵の行動順とどう噛み合うのかっていうのが今後楽しみなところかなというところです。ただこちらのアタッカーに関してちょっと心配なところもあります。それがホタルやナンハに関してですね。こちらに関しては弱点撃破の回数では適性が低い可能性があります。どれだけ弱点撃破できるのかというところですね。ボスの人生値が高すぎた場合ですが、直接ダメージを与えるのは厳しい可能性があります。また雑魚に関しても精鋭がたくさん出るようであれば弱点撃破を狙うのが難しくなるんですよね。なので基本的には雑魚処理優先の動きになるのかなとは思いますが、その雑魚の精度にもよるというところです。そうなった場合はここに書いていますが適性が下がる可能性もありますので注意が必要というところですね。ただランハに関しては虚構女子の特化のキャラではあるので、できれば適性は下がってほしくないなというところです。続いて活躍が予想されるサポートキャラについて紹介をしたいと思います。キャラクターとしてはロビン、ショウキュウ、ルアン、ペラ、花火となります。まあ現在でも活躍しているキャラがちらほら入っていますね。まず調和キャラの3人に関してですが、火力アップや弱点効率アップにより殲滅のしやすさに影響があるため、錬成系においては欲しい存在となっています。現在でもロビン、ルアン、花火に関しては評価が高いキャラとなっていますからね、まあ、特にアタッカーに依存している部分がありますので、そういった点でも優遇されているキャラかなと思います。またこの3人に関しては敵の入れ替わりに影響を受けないバフっていうものがありますので、それが結構嬉しい要素となってるんですよね。しかもアタッカー依存で効果が大きいバフを持っていますので、この3人は
活躍が今後もされることが予想されます、まあ、欲しいキャラではありますよね。ですがこの3人に加えデバフキャラの2人も優秀かなと思います。まず雑魚敵がリポップされるようになったため高頻度で防御デバフを付与できる昇級やペラは今後活躍が期待されるのかなと思います。意外とこのゲーム防御デバフがダメージでかくなりますからね、大事な要素かと思います。また虚構女児の傾向としてなんですが敵の耐久値がどんどん上がってきているところがあるんですよね。なので雑魚でも高くなってきている可能性があります。そうなってくると火力を伸ばす要素としては防御デバフは非常に優秀なものとなってますので今後重宝しそうかなと思います。ユミが活躍できるような環境であればこの2人はさらに必須になってきますので今後のポイントとしてもかなりでかいのかなというところです。個人的にはとりあえずサポートとしてはこの5人が優秀なのかなと思います。それでは最後活躍予想は耐久枠となります。こちらに関しては3人です。レイサ、アベンチュリン、ホホとなります。まあ、耐久枠は星5が一番使いやすいのかなと思ってます。まずこちらの3人の理由ですが敵のリポップが確定しているため敵の増加に耐えられる回復力とバリア頻度を考えるとレイサとアベンチュリンが適性が高いのかなと思います。しかもこの2人に関しては攻撃性能も高くなっていますので味方と連携が取れる編成なら虚構女児の適性も自然と高くなるっていうところです。ただここに関してだけちょっとだけ不安点というのがあります。ここに関してですが攻撃要素がありません。その代わりデバフ退治とディジェネ回復があるため生存力を高めることが可能な状況というところですね。回復に関しては問題なしというところです。またマフも配れる要素がありますので必殺技特化の編成では活躍ができるような気がします。なのでこのあたりは必殺技特化のアタッカーが虚構女児で活躍してくれればポフは問題なく使えるかなという予想です。ただし回復が味方ターン依存となっていますので敵の行動順が早かったりすると回復の適性が下がる可能性があります。過去の虚構女児で敵の行動順を上げてどんどん攻撃してくるっていうのも過去にはありましたがそういった時ってポフを扱いづらかったりするんですよね。そういった時はレイサやアベンチュリンの方が活躍できるようなことがありましたのでポフはちょっと劣るけどレイサアベンチュリンの方が優勢かなっていうところになってます。またギャラガーなどについても候補としてはありかなと思うんですが敵のリポップした時の行動順がどうなるのか気になるところではありますので今回は省いています。今のところはある程度回復ができるこの3人というところですね。また復元に関してもギャラガーで話した内容と同じ理由で今回は入れていません。ただ入れてもいいのかなというところですね。適性はもともと高いキャラではありますのでここに入れてもいいのかなとは思います。それでは動画のまとめに行きたいと思います。アタッカー枠、サポート枠、耐久枠全部表示した時にはこんな感じになります。今までの虚構女児で活躍してたキャラが出てきたっていう感じですね。なんか追加されたものとしては昇級ペラであったり陣や機体としては飛翔が上がってきたっていうところになります。まあ、敵の数が増えますのでねそれに対応できるキャラが自然と上がってきたのかなっていうところです。ただなかなか活躍がしづらいキャラっていうのもやっぱいそうですね。大きな変更はあったかなと思いますが全員が全員伸びるわけではないっていうところになるかと思います。でこちらに関してなんですけど内容が大きく変わるっていうのがあるので雑魚処理の活用やボスによるポイントの加算など嬉しい要素が多くなったのかなと思います。情報を初めて見た時は結構嬉しい要素が多かったですからね。使ってるキャラの適性が広がる感じがしたのでそこは期待値が高いのかなと思います。なのでこの情報のまま行くのであれば今まで活躍していたキャラはより活躍がしやすくなるのかなと思います。さらに嬉しいところとしては活躍しにくかった単体特化のキャラクターがもしかしたら目立てる可能性があるというところですね。ここの変更点が結構大きいのかなと思います。今の環境よりも希望が増すキャラが増えそうなのでそういった点では 2.7 の虚構女児は期待値が高いのかなと思います。まだこちらに関してはね予想というところでお話をしていますのでもちろん実際に実装されたら変わるところがあるかなと思いますが傾向としてはなんかいい方向に行ってるのかなと思いますので楽しみに待ちたいなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。